はいどうも、テッタです。今回はセット13を覚えたいときに見る動画、特性編ということで、特性について解説していこうと思います。よろしくお願いします。ではまずはじめにアカデミーから。アカデミーが毎試合3つのアイテムのスポンサーになる。スポンサーから提供されたアイテムは、追加の最大体力とダメージ増加効果を与える。スポンサーアイテムを装備したアカデミーユニットは2倍の値を獲得し、さらに追加で 5% の体力とダメージ増加効果を獲得するという効果です。これね、めちゃくちゃ書き方悪いです。まず、アカデミーを発動させると 5% の体力と 5% のダメージ増加がもらえます。これはもうアカデミーを発動させたら、アカデミーは全員それをもらえます。アカデミーって、毎試合3つのアイテムがスポンサーになるって書いてあるんですけど、このアカデミーからもらえたアイテムが強くなるっていう効果ではなくて、普通にその試合中、例えばスポンサーアイテムってこういう組み合わせがあるんですけど、ナッシャートゥースがスポンサーアイテムだった場合、これ普通にナッシャートゥースを自分で作ってもスポンサーアイテムとみなされて強くなります。そういう効果なんですよね。 2% の HP と 2% のダメージ増加、これはそのスポンサー指定されたアイテムを持っていると発動する効果で、さらにアカデミーがこれを持つとその数値が2倍になるよっていう効果なんですよ。で、しかもこれ同じアイテムを2つ持ったとしても効果が重複して、例えばスポンサーアイテムが6番だったとして、精進、ワモグ、巨人っていうのがねスポンサーアイテム指定されていた場合に、精進のアイテムをハイマーに2つ乗っけた場合、スポンサーアイテムが2つ乗っかってるので 8%×2 の2倍なので 32% 上がるんですよ。そういう仕様になってます。なんで複数個持たせても問題なさそうなアイテムがスポンサー指定されてる場合がかなりアカデミーの狙い目かなと思ってます。例えば精進とか、あとはガードブレイカージュエガンとか、あとはアダプティブとか、そういう時にアカデミーをやると強いんじゃないかなと思います。逆にこのガンブレナッシャーはまだいいけど、例えばこのシブとかですよね、これとかだとハイマーのアイテム1個しかないし、シブは2個持たせる意味ないので、こういう組み合わせとかだとちょっとハイマーしづらいなっていう、こんな感じですかね、っていうのがアカデミーの特性となってます。次、ウォッチャー。耐久力が増加し、体力が 50% 上回っている間はさらに増加するという効果です。めちゃくちゃシンプルですね。この効果すごい分かりやすいと思います。単純に HP が 50% を上回ってる間は硬いよっていう、ただただそういう効果なんで、めっちゃ分かりやすいかなと思いますね。次、エクスペリメント。自分のボードに研究室マスが出現する。戦闘開始時、研究室マス上にいるエクスペリメントは研究室マス上にいる全てのエクスペリメントのボーナスを獲得し、さらに最大体力が増加するという効果です。ボード上のランダムなマスが研究室というマスに書き換わります。例えばよくあるのはこことこことかがよくありますね。あとこことか、あとはね、もう一個出てくるのが、あとはこの辺にも出てきたりしますね。とかたまにここに出たりとかもするし、あとはこういう出方もする時もありますね。結構出方がまちまちで、どこに出るかによっては配置がね結構しづらかったりするんで、若干なんか運ゲーみたいな感じになりますね。でこのエクスペリメントの研究室のマスに乗っけると HP が300増えて、さらにこの各ユニットが持ってるエクスペリメントのボーナスが付与されるっていう感じになります。ザイラの場合だとスキルダメージが敵を出血させて2秒間かけて 50% の追加確定ダメージを与えるという効果で、アーゴットの場合は戦闘開始時及びスキル使用後、対象までダッシュして5秒間最大体力の 8% の耐久値のシールドを獲得し、攻撃速度が 20% 増加するという効果で、ヌヌンの場合はダメージを与えた後に最大 HP の 3% の追加魔法ダメージを与えるという効果で、スイッチの場合は通常攻撃を5回与えるたびに最も近くにいる敵に対象の最大体力の 15% に当たる物理ダメージを与えるという効果で、ムンドの場合は最大 HP が200増加する。キルまたはアシストを奪うと戦闘終了まで最大 HP が75増加するって感じの効果になってます。なので例えばこんな感じにムンドーとトゥイッチを研究室マスに置いた場合は、このトゥイッチとムンドーの HP が300増加して、さらにムンドーのエクスペリメントボーナスによって両者とも200増加して、キルとアシストを取るたびに75増加するようになって、さらに通常攻撃5回ごとに敵の最大 HP の 15% のダメージを与えるって感じの効果になってます。なんで結構構成によっては誰と誰を乗っけた方がいいとかまちまちなので、ちょっと
使い方が難しい特性の一つかなと思いますね。次、オートマタ。オートマタはダメージを与えるとクリスタルを1個獲得する。クリスタルが20個になると現在の対象にエネルギー波を放ち、魔法ダメージプラス前回のエネルギー波およびリセット以降に与えたダメージの 25% のダメージを与える。また物理防御と魔法防御が増加するという効果です。これもちょっと書き方がややこしいんですけど、まずオートマタは物理防御と魔法防御が上がります。ただそれだけ。そしてこっちの効果があるよって感じですね。で、このダメージを与えるとっていうダメージはアイテムによるダメージは換算されません。なのでサンファイアケープとかモレロのミコンのような燃焼を付与するアイテムとか、アイオニックスパークとかスタティックシブみたいな敵に直接ダメージを与えるようなアイテムでは機能しないので、そこが注意は必要ですね。ダメージを与えるとという効果なので、やっぱりブリッツクランクとかは相性がいいかなと思いますね。こいつはダメージを受けたらダメージを反射するっていう効果なんで、めちゃくちゃダメージを与えやすい、スタックを稼ぎやすい効果になっていて、あとはねノクターンも一応ねそういう通常攻撃を与えると出血するっていう効果なんで、まあ、こいつもダメージの回数が稼ぎやすくなってます、まあ、基本的には全部のユニットがダメージの回数を稼ぎやすいような設計になってるって感じですかね。こいつもじわじわダメージを出していく、そんな感じの効果なんで、結構オートマタそのものと相性のいいような設計になってます。全員すごいなんか綺麗ですね、オートマタの特性の設計は。ただしこいつだけ、ノクターンだけ唯一物理ダメージなんですよね。なんでこいつ物理なんだよ、ムカつく。マジでオートマタってこんな感じに魔法ダメージを出していく特性なので、基本的に祭壇をつけた方がいいんですよ。要は魔法防御低減をつけた方がいいんですけど、なんでお前は物理なんだ。こいつが物理なせいでちょっと微妙になっちゃってます。こいつが魔法攻撃だったらまだなんかもっといろいろあっただろうなってめっちゃ思いますね。次、ギャンブラーと行きたいところなんですが、このギャンブラーとジャンク王に関してはユニットの方で解説してあるので、まあ、そちらを見ていただけるといいかなと思います。これはセビカとランブルしか持ち得ない特性なので、まあ、ユニットの方で見た方が分かりやすいかなと思いますね。次、ケミ長者。対人戦ラウンドが終了するたびにシマを獲得する。現在3連敗以上なら獲得する数が増加する。シマを100スタック獲得するごとにブラックマーケットでケミ長者しか使用できない金製品が提示される。ブラックマーケットをパスするたびにケミ長者の最大体力が増加するという効果です。このブラックマーケットをパスするたびに体力が増加するという効果なんですが、これは例えばケミ長者が3の時にスキップして後から4に上げたとしても、スキップ回数かけるケミ長者の数みたいな感じになってるんで、後からでもこの50は上がります。なんで3でスキップして後から4に上げても50上がるよって意味ですね。このケミ長者はこの金製品っていうのにティアが存在してます。こちらのなんかゴミみたいなやつがティア0で、こっからティア1、ティア2、ティア3ってなってるんですけど、ティア3のアイテムがすごい強いんですよ。ここがやばいので、ティア3はアイテム名に完全なるってのがつくんですけど、これがマジでえぐいのよ。マジでえぐいので、このえぐいアイテムを取るためにはシマーを最低でも500スタック貯めないといけないんですよね。500スタックからティア3アイテムが出てくるようになるっていう仕組みになってます。なんで本当ケミ長者は500貯めるか貯めないかみたいな、そんな感じのゲームになってますね、ほとんど。まあ、もちろん多分戦術的に他のやつを取って戦っていくっていうプレイングも多分存在はするとは思うんですけど、まあ、この500シマーのスタックがめちゃくちゃ大事になってます。ちなみに800シマーまで行くとこの次元の下方ってのがもらえて、なんと HP が5000上がって、戦闘開始時小さなアノマリーを作り出し4秒ごとにコンバージェンス中から強力な味方を召喚するっていうね、あのもうぶっ壊れたアイテムがもらえます。なんでこれ取れたら勝ちですね。まあ、これが取れることはほぼないとは思いますけど、800シマーとかね貯めてる間死んじゃうんで、そういうことも一応可能ではあるよという話ですね。で、一応現段階で使い方がめちゃくちゃ強いと判明してるのが、完全なる解き放たれた毒をポグマウに乗っけるっていう使い方ですね。ポグマウってマナが40で、この完全なる解き放たれた毒は通常攻撃で10マナ獲得するんで、通常攻撃2回でスキルを打つようになるんですよ。でさらにポグマウはスキルを使えば使うほど攻撃速度が上がっていって加速するっていう効果で、このパーフェクトボーナス この450の魔法ダメージを与えて命中した敵を 1.5 秒間スタンさせるっていう効果が、これ魔力とかそういうのに関係なく固定値なので、まあ、打てば打つだけ OK なんですよね。まあ、つまりコグマウがめちゃくちゃ相性
方がいいんですよ。なんでコグマウにケミ長者の紋章とこの完全なる解き放たれた毒を持たせると、まあ、とんでもないことが起きるっていうのだけ覚えておくといいかなと思います。あとなんかもう一個二個面白い使い方あった気がするんですけど、ちょっと忘れちゃいました。そんな感じのアイテムがもらえる特性になってます。でその性質上連敗していった方がいいので、もうめちゃくちゃ負け進行して最後にまくり返すみたいな、そんな感じのプレイをすることが要求される、そういう特性ですね。次スクラップ。戦闘開始時スクラップが装備する素材アイテムが一時的に完成アイテムに変化する。完成アイテムに変化したものを含め味方チームが装備している素材アイテム1個ごとにスクラップユニットが30秒間シールドを獲得する。スクラップ2だと素材1個と耐久値25のシールド、スクラップ4だと素材3個と耐久値40のシールド、スクラップ6だと全ての素材アイテム、そして完成アイテムがラッキーになります。これはラッキーってのは何かっていうと、そのユニットに適したアイテムに変化するっていう感じですね。そしてスクラップ9になるとレディアントアイテムに変化しますって感じの効果ですね。この構成は、まあ、自分が今分かってる範囲で説明すると、スクラップのユニット、まあ、こんだけいるんですけど、スクラップってすっごい分厚いシールドをもらえるんですよ。でパウダーとジグスとコーキー、こいつらを前に出すっていうプレイングが結構見かけます。もうこいつらすごいシールド持ってるんで前に出しちゃうんですよね。でさらになんですけど、こいつらにマントを乗っけるとこれがね確定でアダプティブヘルムに変化します。これがすごい強いですね。マント乗っけるだけでアダプティブヘルムになって、アダプティブヘルムの前置きなので防御が上がる。で分厚いシールドがついてるのでタンクになるんですよ。これがこの雑魚が、これがねすごい強いなって思ってます。なんで基本はスクラップやるんだったらジグスとパウダーはマント乗っけて前に立たせるっていうのがいいかなと思ってますね。で後期は素材を1個だけ持たせるんだったら剣、ガングプランクも剣がおすすめですね。でエコーは実はねアーマーを乗っけると確定でクラウンガードを持ってきます、スクラップ6の場合。なので結構エコーのアーマーはおすすめですね。ランブルもエコーと同じタイプなのでアーマーを乗っけるとクラウンガードが確定で持ってこれるので結構おすすめですね。トランドルはこいつはねベルトがすごいおすすめです。こいつのベルトはねワモグになったりするんですよ。それがめちゃめちゃ強い。やっぱワモグってそれだけでHP は700ぐらい上がるんで、これだけでも十分強いって感じになりますね。マジでおすすめ。なんで、おすすめアイテムとしてはこんな感じですかね。次、スナイパー。スナイパーは対象が遠いほど与えるダメージが増加する。2だと1マスあたり 7% のダメージ。4だと1マスあたり 16% のダメージ。6だと1マスあたり 35% のダメージで、さらに射程が5増加します。この効果はめちゃくちゃわかりやすいですよね。で、スナイパー紋章で悪さができるというか、ちょっと面白いことができるのが、このセビカになります。セビカは、スナイパー紋章を乗っけると、こいつはですね、3個のうちのスキルのうち、1つが火炎放射器で、火炎放射器って射程分届くようになるんですよ。火炎放射器が近距離に対する範囲攻撃ダメージなんですけど、スナイパー紋章を乗っけると、もうここから、ここまで届くんですよね。火炎放射がこれぐらいのなんかぶっとい火炎放射が出てくるんですよね。おーって、これがねめちゃくちゃおもろい。おもろいだけで強いかと言われると、他の2つのスキルを引いてしまうとちょっと勝手に前に出てってしまってちょっと弱いんで、まあただ単にネタでおもろいって感じではあるんですけど、まあそういう使い方ができるよっていうのだけ頭に入れておくと、まあ、ちょっと面白いものが見れるかなと思います。シンプルに射程が離れていれば離れているほど嬉しいっていう、そういう特性なので、アノマリーとかで敵を奥に奥に押し合ってくれるリパルサーとかね取ると結構強くあるんじゃないかなと思ったり思わなかったりしますね。まあそこまでする必要はないとは思うんですけど、まあ、そういうことも考えられるって感じですかね。次センチネル。味方チームの物理防御と魔法防御が増加する。センチネルは効果が3倍になるという効果です。2だと12、4だと25、6だと42の物理防御と魔法防御が上がります。でこれは味方全員に効果があるんでめちゃくちゃ強い効果です。もう12でもね上がるだけでも十分硬くなるんで、センチネルは迷ったら出したらいいって考えてください。もうめっちゃ強いです。この効果は本当に強い。自分はかなり好きな特性の一つですね。でこれオーグメントの方でも説明したんですが、ダミーとかゴーレムとかそういうのにも影響するんですよね。なんでそういうのがいるときはより一層効果が高まると認識してください。特にこのボイドスワームですね。ボイドスワームでジロットポータルがいっぱいもらえるってやつだとかなり恩恵が高いかなと思います。次ソーサラー。味方チームの魔力が10増加する。ソーサラーは獲得量が増加するという効果です。これソーサラーは獲得量が増加するって書いてあるんですけど、10足す20ではなくてこっちの数字になります。だからソーサラーの場合は20みたいな感じですね。2だと20、4だと50、6だと85、
8だと100、そしてスキルが3秒間対象のダメージを 25% 低下させるという効果が付与されるようになります。ソーサラーはその特性上めちゃくちゃ魔力が高いので、メイジの鎧とかと相性がいいかなと思いますね。まあ、これはアノマリーの方でも説明しましたが、魔力の 40% と同量だけ物理防御と魔法防御が増加するという効果なので、まあ、こういうのを取れると多分タンクがガッチガチになりますね。80魔力とかあったら40防御分ぐらい上がるはずなので、相当硬いんじゃないかなと思いますね。あとは魔力がすごい高いので、こういうレーサーアイとかがあっても面白いかなと思わなくもないですね。あとはこういうスライムタイムみたいな、2秒ごとに1マス以内に魔力の 100% の魔法ダメージを与え、与えたダメージの 100% に当たる体力を回復するという効果なので、こういうスライムタイムとかあっても面白いかなとは思いますね。結構面白そうな特性なんですが、まあ、現状そんなに強くはないですね。ちょっとやっぱりね、前衛が脆いんですよね。まあ、そのせいでちょっと微妙かなという感じですね。次、ドミネーター。戦闘開始時ドミネーターが15秒間シールドを獲得する。スキルを使用した際、消費したマナに応じて魔力が増加するスタックを獲得するという効果です。2だと耐久値350のシールド、そして消費したマナの 25%。 4だと耐久値500のシールドと消費したマナの 45%。 6だと耐久値700のシールド、消費したマナの 65% のシールドとなっています。ドミネーターはスキルを使えば使うほど強くなっていく、そういう特性なので、とにかくスキルを打てるようにしてあげた方がいいかなと思いますね。精進2個とか積んじゃってもいいんじゃないかなと思いますね。特にドミネーター4とかになってくると、もう1回使うだけで、シーゴなんかマナ80なんですけど、マナ80の 45% なんで一発 36AP 上がるんですよね。めちゃめちゃ高いです。2回で 70AP 上がります。とんでもないですよね。ってこともあって結構強めの効果となってます。しかもスキルを使えば使うだけ強いっていう効果なんで、アイテムの自由度が高いんですよね。要は火力そのものを伸ばしてあげても強いし、単純にスキルをぶん回しても強いしっていう、すごい扱いやすい特性だなって思ってます。なんかね、もっと評価が上がってもいいんじゃないかなと思ってますね。自分はすごい好きです、ドミネーターは。次、ビジョナリー。マナ獲得時に追加のマナを獲得できる。2だと 25%、 4だと 50%、 6だと 80%、 8だと 100%、 そしてスキルが与えたダメージの 20% だけ味方の体力を回復するようになります。ビジョナリーはマナをとにかく回復できる、つまりスキルを自前でぶん回せるんですよね。なんでスキルを使えば使うほど強くなっていく、そういうアノマリーと組み合わせるとめちゃくちゃ強いと思います。マジでえげつない強い。例えばこの魔法の訓練ですね。魔力が20増加して、スキル使用時使用したマナ20につき味方チームの魔力が2増加するという効果なんですけど、これビジョナリーだったらもうぶん回せるんですよね。スキルをもう20マナなんてあっという間に溜まります。ビジョナリー8なら通常攻撃一発で溜まっちゃいます。当時に持ってたらビジョナリー6でも溜まっちゃいます。それぐらいすごいんですよ、ビジョナリーって。なんで魔法の訓練とかすごい相性がいいですし、あとはですね、このファイアーボールですね。70マナを消費するたびに2マス範囲に 7% の確定ダメージを与えるっていう効果なんで、めちゃくちゃ強いんですよ。なんでこういうアノマリーを取ると強い、そんな構成かなと思ってます。でハイマーがヒルを使えば使うほどミサイルが増えていくという効果なんで、こいつがいるおかげで精進とか、 なんかそういうマナ回復系のアイテムだけで戦える特性になっていて、これもまたねドミネーターと一緒ですごい使いやすい特性になってます。めちゃくちゃ強いですね。ソーサラーとかだと一撃を重くしないとな、微妙なんですよね。スキルをぶん回すだけだとちょっとイマイチになっちゃうんですけど、こいつはスキルをぶん回すだけでも十分強くなれるってのはすごい魅力です。次、ピットファイター。オムニバンプが 15% 増加し追加確定ダメージを与える。各戦闘で1回のみ、体力が 50% になると2秒かけて最大体力の一定割合を回復するという効果です。2だと6% の確定ダメージ、 HP の 10% 回復。4だと 12% の確定ダメージ、 HP の 25% 回復。6だと 20% の確定ダメージ、 HP の 40% 回復。8だと 50% の確定ダメージ、 HP の 99% 回復というね、ぶっ飛んだ効果になってます。ただピットファイター8を出すには紋章が2つ必要なので、かなり発動させづらい特性となってますね。まあ、一応紋章が2個あるだけで8出ちゃうんで、そこまで強いってわけではないんですけど、それでも結構ね強めな効果となってます。
ビットファイターはなんかいまいちパッとしないですね今のところ。多分そのうちバフが入ったりとかしてすごい強くなるんじゃないかなと思います。こういうねファイター系の特性ってあんまり強くしすぎると不快になっちゃうんで、なんかゲーム体験が気持ち悪くなるんですよね。まあこいつだけ使っとけばいいやんみたいな感じになっちゃいがちなんで、多分かなり慎重に調整が入るはずです。たまにあるんですよね、こういうなんかファイター系の特性がぶっ壊れた時があって、そうなるとマジそれ一色になっちゃうんですよ。もうキモすぎってなるんで、多分結構慎重に調整してくるんじゃないかなと思ってます。次、ファイアーライト。浮く秒ごとにファイアーライトがダッシュする。ダッシュ中は通常攻撃の射程が無限になり、直前のダッシュ以降に受けたダメージの一定割合を回復するという効果ですね。2だと受けたダメージの 25%、 3だと受けたダメージの 40%、 4だと受けたダメージの 45%、 そしてダッシュ中は攻撃速度が大幅に増加するという効果になってます。ファイアライトはね、そもそもキャリーの枠が少ないかなって感じですかね。ゼリーもなんかいまいちキャリーになりきれないし、エコーもエコーでこいつ前衛のキャリーなので、4コスの前衛キャリーってね扱いづらいんですよ。重なってるかどうかの差がちょっと大きすぎてすごい扱いづらいんですよね。というのもあって、こいつをメイン特性とするのはかなり難しいなと感じています。どちらかというとサブで使うとすごい強い特性かなと思ってますね。だから今だとコグマをリロールとかにスカートゼリーだけ入ってくるみたいな、あとはまあたまにエコーも入ってくるみたいなのがまあ結構主流かなと思いますね。次、ファミリー。ファミリーのメンバーたちはお互いをサポートし、最大マナが減少し追加のボーナスを獲得するという効果です。このお互いをサポートしっていうのはただの言葉遊びみたいな、別になんかただ文章で書いてあるだけですね。最大マナが減少して追加のボーナスを獲得するっていう効果です。3だとマナが 25% 減って耐久力が 15% 上がります。4だとマナが 30% 減って耐久力 15% に加えて攻撃速度が 20% 上がります。5だとマナが 40% 減少して耐久値 15%、 攻撃速度 20%、 さらに上層に押し入って戦闘終了後強奪が進行して、生き残ったファミリーのメンバーの数に応じて進行度が増加するっていう効果が付与されます。でこちらがファミリー5の時の強奪の報酬になります。でどれぐらい進んでいくかというと、ステージ2だと強奪が2ポイント進む、ステージ3だと強奪2ポイントに加えて生き残ったファミリー1体につきプラス1ポイント、ステージ4以降は強奪3ポイントと生き残ったファミリー1体につきプラス1ポイント強奪ゲージが進みます。強奪の中身はこんな感じ、10スタックだとこんな感じで、17スタックだとこんな感じでみたいな感じで、最終的に30スタックでこういうものがもらえるってなってますね。この強奪はアーケイン見てるとわかるんですけど、アーケインの冒頭であったイルトーバーの街に行ってちょっと盗みを働いてたじゃないですか、あれですね、多分あれです。ファミリー5は結構出しやすくて、紋章がねやっぱヘラと涙で作れて、しかもこの構成別に涙使わないのですんごい作りやすいです。紋章1個手に入れた時に回転寿司でヘラがあったら取っちゃってファミリー5にするみたいなことはしやすいですね。ファミリー5が出ればもうほぼ上位は確定したかなって言ってもいいぐらい効果がね強いんで、安心してプレイできるかなと思います。次、フォームスアッパー。インネイト。前衛2列と後衛2列のどちらに配置されているかでステータスとスキルが変化する。このインネイトってのは何かっていうと、特性が発動していなくても発動する効果のことですね。つまりフォームスアッパー2とかを発動させなくても、このフォームスアッパーのユニットはこの効果を持ってるよってことになります。前に置いたり後ろに置いたりすると効果が入れ替わる効果が常に発動しているってことですね。そして前衛に配置された場合耐久値が増加して、後衛に配置された場合ダメージ増加を獲得するという効果です。2だと耐久値 15% またはダメージ増加 20%、 4だと耐久力 30% またはダメージ増加 40% となっています。フォームスアッパーは基本的にはどっちをどっちに置いてもいいんですけど、まあ、こいつは前だろうっていうのは、まあ、スウェインは前だろうなって思うし、ガングプランクは後ろだろうなとは思います。エリスとジェイスに関しては、まあ、前だったり後ろだったりするんですけど、まあ、こいつらもほぼ確定なんじゃないかなって思ってますね、まあ、そのうちバフとかで変わってくるとは思うんですけど、まあ、自分の今の印象は GP は後ろ、スウェインは前って感じですね。エリスは前にいることが多いですけど、後ろに置いても強いです普通に。ジェイスは後ろにいることが多いかなって思うんですけど、前にいたらいたでそれはそれで強いです。まあどっちでもいいかなと思いますね本当に。次、ブルーザー。味方チームの最大体力が100増加する。ブルーザーはより多く増加するという効果です。2だと 20%、 4だと 45%、
6だと 80% の HP が上がります。これはブルーザーのみですね。なんで100上げた HP がさらに 20% 上がるみたいな感じになってますね。ブルーザーは HP がすんごい高いんですよ。すんごい高いのなんだけど防御力が低いんですよね。防御力が。でこのゲームどっちかっていうとHP よりは防御力の方が強いんですよ。やっぱりシールドとかあとは回復とかそういう効果があったりするんで、やっぱ HP が高いよりは防御力が高い方が嬉しいんですよね。なんで思いのほか柔らかいです。全員思いのほか柔らかいなんですが、この中で唯一防御力を上げるっていうスキルを持ったやつがいて、そいつがこのヌヌっていうキャラ、こいつがね耐久力を上げるスキルなんですよね。耐久力を上げるスキルをブルーザーが持つのは多分初めてなんじゃないかなって思いますね。えっぐい硬いです。マジで半端じゃない硬い。ただ自分で自分のことを回復することはできないので、リデンプションを持たせてあげるとすごい強いですね。これこのアイテムを持たせると、もう耐えてる間に減少体力の 15% を回復するんで、まあとんでもなく回復します。なんでブルーザーとリデンプションは相性が良くて、さらにヌヌとリデンプションの相性がいいんで、まあ、そこを覚えておくといいかなと思いますね。次、伏兵。伏兵のスキルダメージがクリティカル判定を持つ、さらにクリティカル率とクリティカルダメージが増加するという効果です。2だとクリティカル率 20% とクリティカルダメージ 10%、 3だと 30%20%、 4だと 40%30%、 5だと 55%35%、 そしてさらに耐久力が 15% 増加します。伏兵はクリティカルが勝手に出るので、ジュエルガントレットとかインフィニティエッジとかそういうものが必要なくなります。でそうなるとどうなるかっていうと、このハンドオブジャスティスが最強アイテムに変わるんですよね。ハンドオブジャスティスってインフィニティエッジとかジュエルガントレットとかとセットで使うと近接キャリーとしては相当強いアイテムになるんですよ。クリティカルが出るので。なんだけど伏兵は自前でもクリティカルするっていう効果を持っているので、ハンドオブジャスティスが持ってるクリティカル率っていうステータスが全く無駄にならないんですよね。マジで無駄にならない。なので相当強い特性というか、まあ、攻撃力がめちゃくちゃ高い特性になってます。これはもうアイテム的にって感じですね。この効果が強いってよりはアイテムがすごい受けが良くなるから強いみたいな、そんな感じに考えてもらえるといいかなと思いますね。でインフィニティエッジとジュエルガントレットがいらないって言ったんですけど、インフィニティエッジとジュエルガントレットには装備者のスキルがすでにクリティカル判定を持っている場合は代わりにクリティカル率が 10% 増加するっていう効果があるんですよ。これクリティカル率じゃなくてクリティカルダメージですね。クリティカルダメージが 10% 増加するっていう効果があるんですよね。クリティカル率もあぶれたらそれはクリティカルダメージに変換されるんですよ。例えばクリティカル率が 150% になっちゃいましたってなったら、そのあぶれた 50% のうち半分はクリティカルダメージに変換されます。なんで150だった場合は 25% がクリティカルダメージに変換されるんですよね。ってのもあって効果に無駄はありません。なんでインフィニティエッジとかも作れるときは別に作っちゃってもいいです。まあ、あんまり作ることはないとは思いますけど、そういうことをしても全然問題ないよってのを覚えておくと、ちょっとアイテムの幅が広がって楽になるかなと思います。次、死者。この特性は死者が1体のみ、または異なる死者が4体いるときのみ有効となります。つまりトリスタナとナミとアンベスタを入れたらこいつらの特性が発動するわけではなく何も発動しません。でもトリスタナだけ入れると発動する、全員入れると全部発動するみたいな感じですね。1だとその死者のボーナスを獲得する、4だと全てのボーナスを獲得し HP200 とダメージ増加 20% を獲得するという効果です。で死者のボーナスが、アンベッサは味方が倒した相手1体ごとに物理防御と魔法防御が2に増加するという効果です。このねこれ書き方が悪くて、味方が倒した相手っていうのはあなたが倒したプレイヤー1人ごとにっていう感じですね。戦闘で打ち負かした相手1人ごとに物理防御と魔法防御が2に増加するっていうのが7人分あります。つまり最大で14物理防御と魔法防御が上がるっていう効果になってます。これはアンベッサを入れる前に倒したとしてもカウントされるので、後からアンベッサ入れても OK って感じですね。次、ガレン。戦闘開始時ガレンと左右にいる味方はガレンの最大体力の 20% を獲得するという効果です。ガレンがここにいたらこことここが HP 上がるよっていう効果ですね。あとガレン自身も上がります。次、ナミ。味方の通常攻撃で
2マナを追加で獲得するという効果です。これは味方の通常攻撃がですね、でじゃなくて、つまり波を1体モードに投入するだけで他の味方がマナを回復できるようになるよっていう効果ですね、まあ、自分も含めて。そして最後トリスターナ、スターレベルに応じて味方の攻撃速度が 6% 増加するという効果です。これもちょっと書き方が悪いんですけど、味方のスターレベルに応じて味方の攻撃速度が 6% 増加するっていう効果になってます。なんで例えばトリスが星3とか星4になっていたとしても、ザイラが星1だったらこいつは 6% しか上がりません。トリスは 24% みたいな感じですね。個別に計算されてます、まあ、そういう効果になってますね。ちょっとこれマジ本当に分かりづらいです。マジで書き方悪すぎ。次、反逆者、最大体力が 12% 増加する。味方チームが体力を 30% 以上失うと呪しが上がり、4秒間反逆者の攻撃速度が 60% 増加して戦闘終了まで追加のパワーを獲得するという効果です。のろしが上がった後、3だと 20% の ADAP、 5だと 40% の ADAP と 12% の HP、 7だと45% の ADAP と 15% の HP、 そして2秒間全ての敵をスタンさせます。10になると戦闘開始時および8秒ごとにのろしが上がるようになって、スタンが8秒ごとに起きるんで、もうえぐい止まります。マジ半端じゃない、もうほぼ動けないです、反逆者のせいでっていう感じの効果になってます。でこの特性に専用オーグメントがあって、それが街を青く染めろっていうオーグメントなんですけど、これが反逆者が戦闘で死ぬと、なんかちっちゃいそいつのコピーが出てくるんですよ、ポーンって。例えばセトがいて、セトが星2の状態で死ぬとするじゃないですか。うーって死んだらこの辺からプーンってセトの表紙が出てくるんですよね、っていう効果なんですけど、この効果とおそらく相性のいいアノマリが1個あって、それがこの無駄なしってやつですね。味方が倒されるとその現在マナの 100% を獲得するっていう効果です。でこれ多分めっちゃ強いんじゃないかなと思ってます。相性良さそう。実際にちょっと試せたことがないんですよね。なかなか同じタイミングで引けることがないので試せたことがないんですけど、まあ、これ多分相性がいいだろうなって思ってますね。次、執行官、戦闘開始時シールドとダメージ増加効果を獲得する。最も体力が高いユニットを指名手配する。指名手配された敵が倒されると執行官の攻撃速度が 30% 増加するという効果です。2だと指名手配1体と HP12% のシールドとダメージ 12% 増加効果、4だと2体の指名手配 HP20% ダメージ増加 20%、 6だと4体の指名手配 HP30% ダメージ増加 33%、 8だと5体の指名手配 HP40% ダメージ増加 50%、 10だと全ての敵を指名手配 HP100% ダメージ増加 150%、 そして戦闘開始時敵のアイテムを没収しますっていう効果ですね。なんで執行官10ってね、紋章が3つも必要なんですんごい出しづらいんですけど、こちらも反逆者銃と一緒でめちゃくちゃ効果が強くなってます。半端じゃない強いんですよ。まだ出したことないんですけど、ちょっと1回は出してみたいですね。指名手配したユニットを倒すとっていう効果なんで、まあフロントを殴れるユニットっていうとやっぱりツイステッドフェイトがメインになるのかなと自分は考えてます。こいつは目の前にいる敵に対してダメージ出すのが結構得意なんで、まあ、こいつがメインかな。あとはまあケイトリンとマディだとちょっと目の前にいる敵を倒しづらいんで、まあ多分 TF が一番ベターなのかなって思わったり思わなかったりって感じですかね。次、制服者、ヒルまたはアシストで制服スタックを獲得する。十分な制服スタックを獲得すると戦利品が詰まった戦争の宝箱を開けることができる。攻撃力と魔力が増加し、空いた宝箱1つごとに 3% 追加で増加するという効果です。 3% っていうのは足し算じゃなくて掛け算なんで大して上がらないですマジで大したことない。2だと 16ADAP、 余る制服は1倍、4だと 25ADAP、 余る制服は3倍、6だと 40ADAP、 余る制服6倍、9だと 100ADAP、 余る制服20倍という感じになってます。9だと敵1体倒すだけで20制服貯まるって感じですね。えげつない量になってますね。で、制服者のスタックによる報酬はこんな感じになってます。結構ねお金関係のものが多いですね。もうスタック330とかまではお金、ほぼお金なんですよ。なんでほぼお金と思ってください。序盤10貯めるだけでもこの2円がねちょろっともらえるだけでもすごい嬉しいんですよ。なんで意外と制服者で進行して戦っていくっていうのはなんかお金稼ぎやすくて好きだなぁと自分は思ってます。序盤強いしね、ダリウスも強いしドレブも強いし、結構好きな進行になりますね、制服者は。ただ現状だと、まあ、完成形があんまり強くないんですよね、まあ、制服者のここのダリウスとドレブが弱すぎるんで、まあ、ここちょっとできれば入れたくないってなってちょっと
征服者6とかにはしづらいなって思ってます。次、砲兵。通常攻撃を5回行うたびロケットを発射し、対象の周囲に攻撃力の 125% のダメージを与える。また攻撃力が増加するという効果です。2だと 10%、 4だと 40%、 6だと 50% の攻撃力が上がって、通常攻撃4回ごとにロケットを発射して2倍のダメージを与えるようになります。砲兵はよくわかんないです。なんか通常攻撃を5回行うたびにこの砲弾を発射するって効果があんまり砲兵と相性が良くないんですよね。どいつもこいつも通常攻撃をメインで戦うようなキャリーじゃないんですよ。唯一後期が一番弾数が多いのかなって感じですかね。それでもそんなでもないんで、ちょっといまいちだなって感じですね。なんかもっとコグマみたいなキャラがいたらよかったんですけど、特性とキャラがちょっと合ってないなって感じます。なんで今あんまり強くないです、砲兵は。多分バフが必要だかなと思いますね。次、イダテン。イダテンは移動速度が増加し、対象の減少体力に応じて攻撃速度が増加するという効果です。2だと 20% から 60%、 3だと 30% から 80%、 4だと 40% から 100% の攻撃速度が上がって、対象が倒されるとイダテンは新たな対象までダッシュして3秒間耐久200のシールドを獲得するという効果になってます。で、でもめちゃくちゃオフェンシブな特性なんですけど、とね、今ノクターンが弱いんだよなって感じですね。ノクターンがちょっと弱くて、こいつのせいでイダテン構成は足引っ張ってるなって感じしますね。逆にこの明かりがめっちゃ強いんですよ、俺が。こいつって敵に与えるダメージを 15% 増加させるっていう効果があるんですよね。でそもそも自前でダメージ出す数値が結構高くて、明かりマジで強いなって感じます。なんで多分イダテンのリロールは、まあ、TF と明かりを星3にするとかっていう感じになるんじゃないかなとは思ってるんですけど、ちょっといまいちちょっとよくわかんねえなって感じですかね。オーグメントがあるときは多分やってもいいんじゃないかなとは思います。そして最後に黒バラ団。黒バラ団のチャンピオンのスターレベルに応じてサイオンのパワーが増加するという効果です。3だと鎖につながれたサイオンを1体召喚する。黒バラ団のユニットが5回スキルを使用するか、サイオンの体力が 65% 未満に低下するとサイオンが解放される。4だとサイオンが強化されて黒バラ団のユニットが敵に与えダメージが増加する。5だとサイオンが闇の魔法を解き放ち、解放時に体力が最大まで回復する。7だとサイオンが復活するという感じになってます。とにかくサイオンを強化する、そんな感じの特性ですね。サイオンは最も近くにいる敵を通り抜けるように突進して、攻撃が当たった全ての敵に75の物理ダメージを与える。そして発動スキルで5秒間耐久値175のシールドを獲得し、対象がいる直線上の敵を 1.5 秒間スタンさせてダメージを与えるって効果なんですけど、このスタン 1.5 秒がすっげー強いんですよ。マジでやばい強いのこれ、マジでえぐい強いんで、サイオンがいるだけでこいつが黒バラ3のやつだったとしても強いんですよ。なんでその関係で今黒バラ団はかなり猛威を振るってます。多分そのうちナーフされます。結構強いんですけど、黒バラ5を出すにはルブランが必要なので、ちょっとレベルを上げなきゃいけなくて、しかも5コスなんでちょっと運ゲーが入るっていう感じで、ちょっと効果が使いづらいというか、5を発動させるの難しいなっていう感じの場面になりがちですね。ということで以上で特性の解説を終わります。いかがでしたでしょうか。何かこいつ面白そうだなとか、なんかこんなの面白かったですよとか、そういう報告があったらコメントにお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。